平野翔が語る。クレバとの初対面の衝撃エピソード夏の音楽特番で大波乱ナンバーアンダーライン愛とクレバが繰り広げる熱狂の瞬間ナンバーアンダーライン愛は近年注目を集めているアーティストでありその名を知らしめるきっかけとなったのがクレバとのコラボレーションでした7月は音楽特番が多く放送される時期でありナンバーアンダーライン愛も例外ではありません 7月3日に放送される 2024FNS 歌謡祭夏フジテレビ系への出演が決定しており、さらに7月6日放送のザ・ミュージックデ d 2024日本テレビ系、7月13日放送の音楽の日 2024TBS 系にも出演予定です。この夏の大型音楽番組に向けて、彼らのこれまでの軌跡を振り返り、彼らがどのようにしてここまでの成功を収めたのか、 その過程を探ってみましょう。ナンバーアンダーラインアイが初めてテレビに登場したのは3月2日に放送された「ベニュー1 0 1 n h k 総合」でしたこの番組はナンバーアンダーラインアイが結成される前に平野紫神宮寺優太岸優太が最後に出演した音楽番組でもありますこの日3人はナンバーアンダーラインアイとして大きな一歩を踏み出しました この出演をきっかけに、彼らは急速に注目を集めるようになりました。その後、わずか1ヶ月も経たないうちに、ナンバーアンダーラインアイは3月30日に放送された、ウィズ・ミュージック・ハルの2時間 SP 日本テレビ系で民放初歌唱を果たしました。この日も、ベニュー101と同様にデビュー曲のゴートを聖パフォーマンスしました。番組内では、ゴートについての解説も行われ、騎士は、 ゴート筋と称する独特の筋力が必要な動きや、3人それぞれの個性を際立たせるためにあえて振りを揃えない部分など、ダンスのポイントを詳しく説明しました。その後も、彼らは多くの音楽番組に出演し続け、ゴートを披露するたびにそのパフォーマンスは進化を遂げていきました。例えば、4月10日に放送された、週刊内イミュージック拡大後、フジテレビ系では、ワンカットでのパフォーマンスや、 6月1日に放送されたウィズミュージックではハンドマイクを使用し、ライブ感を強調したパフォーマンスを披露しました。これらのパフォーマンスは、視聴者にとって新鮮であり、ナンバーアンダーラインアイの魅力をさらに引き出すものでした。さらに、4月1日に放送された CDTV ライブ。ライブ。t b s 系では、ゴルフカートをスタジオに持ち込み、 MV とリンクしたパフォーマンスを披露しました。トークパートでは、この日の番組テーマであるパワーソングフェスにちなんで、自身のパワーソングを紹介しました。平野は、上京する際に聴いていた湘南の風のガチ桜を上げ、アンケート用紙には、東京に登るときにと書いていたことが周りから突っ込まれるという微笑ましい一幕もありました。CDTV ライブ。ライブでは、 強盗に加えてブロー・ユア・カバーをテレビ初パフォーマンスしました打ち合わせ時の VTR で神宮寺が「表情が大事うって感じ」とやや抽象的な表現で曲を説明しそれを騎士が「大人の感じだよね」とフォローする場面もありましたそんな彼らのやり取りに和ませられつつライブパートでは繊細なパフォーマンスに引き込まれる時間でした 4月12日に放送されたミュージックステーションテレビ朝日系では、富士とゴートの2曲を初めてテレビで披露しました。歌唱前に放送された VTR では、グループ結成当時を振り返り、怖かったと打ち明ける3人の姿が映し出されました。ゴートのリリースを当初の予定より遅らせてまでこだわり抜いたことや、ダンスや MV の制作にも時間をかけると決めたことなど、 彼らの音楽に対する強い思いが伝わってきました。その後、5月17日に放送されたミュージックステーションにも出演し、ミニアルバム No.O.Ring のリード曲である BON を初披露しました。この時点では音源はまだ解禁されておらず、視聴者はどんな曲なのか予想しながら番組を見ていたことでしょう。複雑な楽曲構成やダンスに驚かされた人も多かったはずです。 この日のミュージックステーションには他の4組のダンスボーカルグループも出演しており、それぞれが個性豊かなパフォーマンスを披露する中で、ナンバーアンダーラインアイも独自の世界観を貫き、大きな存在感を示していました。そして、最も注目すべきは、7月3日に放送される 2024FNS 歌謡祭夏でのクレバとのコラボレーションです。ナンバーアンダーラインアイはこの日、ボンを披露するほか、 クレバとのコラボステージも実現します特に平野は以前からクレバのファンであることを公言しており昨年9月には神宮寺と共にライブを訪れていたことも自身の Instagram ス,ストーリーズで明かしていました憧れの存在であるクレバとの共演がどのようなものになるのか多くのファンが期待していますコンサートやフェストは異なり テレビ番組はより多くの人にリアルタイムでパフォーマンスを届けることができる貴重な場所です。FNS 歌謡祭に続く、The Music Day 2024音楽の日2024といった音楽特番に出演することで、さらに多くの視聴者に彼らの魅力を伝えることができるでしょう。テレビで3人の姿を見られる喜びをかみしめながら、これからの放送を楽しみに待ちましょう。このように、 ナンバーアンダーラインアイは多くの音楽番組に出演し、その度に新たな一面を見せてきました。彼らのパフォーマンスは日を追うごとに進化し、その魅力をさらに引き出すものとなっています。これからも彼らの活動に注目し、その成長を見守っていきたいものです。彼らがどのような未来を切り開いていくのか、今後の展開に期待が高まります。そして、音楽特番だけでなく、 これからのナンバーアンダーラインアイの活動にも目が離せません彼らの音楽に対する情熱とこだわりはファンにとっても大きな励みとなるでしょうこれからも多くの人に感動を与えるパフォーマンスを続けていってほしいものですナンバーアンダーラインアイの未来は明るく彼らの音楽はますます進化し続けることでしょう最後に皆さんに問いかけたいと思います ナンバーアンダーラインアイの次のステップはどこに向かうのでしょうか彼らが次に挑戦することは何でしょうかそして、私たちは彼らの成長をどのように見守っていくべきなのでしょうかこれからも彼らの活動を応援し続け、共に歩んでいきましょう。クレバさんとのコラボが楽しみです。もうテレビ出演は無理だろうとファンの立場でも諦めてる部分があった分、 毎回出演でできるここととが当たり前ではないことを実感してますオファーしてくれる関係者の方に感謝しファン同士が喜んで SNS で盛り上がる日常がとても励みになりますいつまでも今の状況が当たり前ではないと思いながら応援したいなと思ってます夏の大型音楽番組にオファーをもらい彼らを地上波で見られるのはとてもうれしいです テレビという不特定多数の方に彼らの良さが伝わればいいなと思います。毎回、プロ意識を持って音楽番組に出演するナンバーアンダーライン愛。衣装も毎回素敵で、他の出演者さんとの会話や音楽に刺激をもらいチャレンジしていく姿をいつも楽しみにしています。クレバさんとコラボにもワクワクが止まりません。半年間の振り返りありがとうございます。怒涛の月日でしたね。 彼らの思い、気概が伝わってきます。ベニューで初披露してくれた時には本当にエンタメの世界に戻ってきてくれたんだなと嬉しく思いました。7月は大型音楽番組、8月は夏フェス、9月はフルアルバム、10月からは初の全国ツアー、今は音楽に振り切って活動していますね。気合い入れて応援していきます。